どうもこんにちは漫画家のカッピーです、えー、今日は左利きのエレンキャラクター人名由来のご紹介の、えー、目黒広告者編をお送りしますまず、えー、主人公の一人朝倉浩一ですが朝倉浩一はえっ、ー、とー本編の中に「あのー、光」っていうキーワードが結構出てくると思うんですがテラス側の人間とかなんかそういう。 意味合いで光ってつけたと思われがちなんですが、実はあの本当の最初は全く関係なくて、あの僕が尊敬するデザイナーの一人田中一光さんという方がいらっしゃったんですがあのもう亡くなられてあの著名なデザイナーがい,いらっしゃったんですが、えー、その人の名前から、えー、イメージを拝借しております。なのでえっとまあ最初朝倉一光とかちょっと え寄せてつけようかと思ったんですけどまあ一 k ってお名前がかなり珍しいのであの、まあ、どうしてもちょっと、えー、イメージがかなりついてしまう田中一 k さんに引っ張られてしまうので「i、え、k、ー、っていう「一に光」っていう書くんですがそれをまあ普通のよく、えー、いらっしゃる「光一」という名前にあの変換して使わせていただいております。で「朝倉」って名字なんですがまあ「朝の光」っていう響き 朝倉光一朝の光であの、まあ、そういったイメージもいいなと思いつつも実はこれも、あのー、そこまでメッセージ性をつけた名前ではなくて、えー、ちょっと意外かもしれないんですがあの「ナースのお仕事」っていうテレビドラマがあの僕が、えー、子供の頃にあって、あのー、すごく大好きで、あのー、結構シリーズも長くてずっと好きで見ていたんですがそれの主人公の朝倉っていう女の子が主人公なんですけどそれ 彼女があの非常によく怒られるキャラクターで、不、え、調、ー、さんに朝倉ってよく呼ばれて怒られるんですよね。で、そのシーンがすごい好きで、あのー、まあ、見てました。で、その、まあ、ちょっと上の、目上の人には怒られて名前を叫ばれることが、えー、似合いそうな名前っていうことで朝倉ってつけました。ちょっと全くメッセージ性ないんですけども、まあ、えー、まあ逆に、 全く関係ないところから朝倉孝一っていう名前をついてそこからまあいろんな意味がつい、あのー、米後からついてきたっていう感じなので今となってはあのー、この名前に対してあの非常に思い入れがあるんですけど、まあ最初のつけたきっかけはナースのお仕事ととというちょっと意外なところです続きまして神谷祐介朝倉孝一のまあ良き理解者上司ですけども。 えー、彼の名前は、えっとお、なんか、ゆうすけって名前の友達が5人ぐらいいるんですけど、友達一人が5人ぐらいいるんですけど、なぜか全員むちゃくちゃ優秀なんですよね。しかもビジネス方面で、あの、すごい優秀な人が多くて、なんか、真相心理で、ゆうすけって名前はできるなってずっと思ってたんで、あの、つけました。で、あのー、神谷って名字は、 まあ,あのこれもなんか響きであのね、ー、ルドーニシンが僕大好きなんですけどあの、まあ、そこに神谷神谷合心流出てくるじゃないですか神谷薫、えー、なのであのまあそれでちょっと気に入ってつけたっていうのもありました、えー、なのでまあ全体的にめちゃくちゃできる先輩っていうイメージの名前をつけたくてあの僕の中の 引き出しからその優秀な響きっていうのをちょっと持ってきたら神谷ゆうすっって名前になったといい感じでございますちなみにですけどもあのまあ神谷もゆうすけも神谷はさっき言ったようにあのルローに剣心でゆうすけは、えーまあ、字は違いますが悠々ゆうゆう白鳥のゆうすけもいますよねなのでまあちょっと、まあ、やっぱり僕もジャンプ脳なので、まあ、ジャンプ大好きなので、えー、そういうところもイメージの一端になってるかなと思っております。 続いて三橋ゆりな、えー、みっちゃんって呼ばれてますけども彼女に関しては実はあの最初原作版書いた時にあの出てきた時にみっちゃんって呼ばれて、えー、みっちゃんって名前だけで登場したんですよ最初その時には三橋ゆりなっていう設定はなくてみっちゃんとしか出てきてなくてで、えー、正直に告白するとその時にあのメインキャラにするつもりは一切なくてあのー、まああの 高一の同僚もうこの時点では後輩なのか先輩なのかもあんまりはっきり決まってなくて、えー、ぐらいの感じで最初出てきましたでその後に、えー、この「みっちゃん」って子が結構多分重要なんだなと思って、あのー、もう少し掘り下げて本編に出していこうって思った時に、えー、名前を付けたという順序ですなのであの「みっちゃん」っていうなんか、あのー、ちょっと取ってきたような響きのところから三橋ゆ里奈っていう名前に えー、起こしてるんですけども、まあ、んみっちゃんって呼ばれてるそういうあだ名でカジュアルに呼ばれてる子ってなんか強いなと思ってっていうのはあの広告代理店って結構そのなんでしょうね上下関係も結構厳しいし、まあ、体育会系っぽい雰囲気もあるしあのその中で一目置かれる。 名前でカジュアルに親しく呼ばれている女の人って。結構強いんですよねな。なんだろうな。あの。うん、僕は全然あの、国代店にいたんですけども、全然優秀じゃなかったので、なんか。そういうみっちゃんとか、そういうあだ名で呼ばれている女の人が。なんかすごいかっこよく見えたっていうか、なんかすげえいいなと思って。あの、優秀だからこその。 あの一,一目置かれてアダレンで呼ばれている、えー、女性っていうイメージからなんかおのずとみっちゃんは結構優秀なキャラクターとして後にも、えー、描かせていただいてます。ユリナって名前はまあなんかだからこの子に関してはビジュアルが先であのみ,みっちゃんというキャラクターがすでにいて名前は後から付けたんでなんか香りに合った名前をつけたいなと思って「ゆりな」っていうまあ可愛らしいけどちょっとなんでしょうその芯がありそうな。 響きとして僕は勝手にあのユリナというイメージでつけました、まあ名字のみ「ミツハから撮った「みっちゃん」なのであのみっちゃんはきっと、えー、いつか結婚したらみっちゃんじゃなくなるんじゃないかとみんなから思われてると思うんであのでもなんかみっちゃんは多分なんか結婚してもみっちゃんって呼ばれてほしいなとかなんかそういう勝手な,なんか、えー、思いで見,も見守ってます。はいで 次は営業ですルカワシュン、えー。営業のすごく優秀なコピーライターを目指していた先輩営業です。で彼に関してはまああの「ルカワ」って聞いて多分日本国民の99%は多分「スラムダンク」を連想すると思うんですけど、まあ、もちろん僕も「スラムダンク」大好きでルカワって名前は当然そこからあのそこで知った名字ではあります。ただ、 えっと、もちろんですけど「あのスラムダンクのルカエ楓というあの名キャラクターを何かその何でしょうその、えー、を元にしてるとかそういうことではなくて、えー、何かその営業さんってその自分の自己紹介の時に結構その悩むと思うんですけどあのすごい象徴的なシーンで僕が好きなのが「あの踊る大捜査線」の青島刑事が。 えー「都知事と同じ名前の青島です」って自己紹介すると思うんですけどあのシーンすごい好きであれってあの要は、えっと、一般企業から転職してきた刑事っていうキャラクター造形のワンシーンだと思うんですけどあれって、えっと、社会人経験ない方は、えっと、そこまであんまり何,も何とも思わないかもしれないですけどあれってすごく営業っぽい喋、えー、りなんですよね。あの 誰それと同じ名前のなんとかですっていう自己紹介ってすごい営業っぽいなと思ってで勝手な想像であの、まあ、このキャラクターはそのちょっと無、えー、愛想だけど営業先ではちゃんと、えー、にこやかに話すであろうこのちょっとユニークな魅力的なキャラクターをなんか作りたいなと思った時に多分この「ルカワ」ってキャラクターは照れながら「えー、ス l ムダンクのあの「ルカワ」と同じ 字ですとかなんかそういうことをなんか照れながら言いそうだなとかな言ってほしいなとかなんかそういうなんか、えー、と本人はあんまりその危機器としてその紹介しなそうだけどなんかその、えー、全く別のところで別の理由ですごく知られた名字でそれを自己紹介で照れながらしてそうだなとかなんかそういうことを考えた結果、えー、この「ルカワ」というキャラクターの命名をしました。はいえー、続いて「茜優子」。 えー、一のの同期の営業ですで彼女は、えっとまあ、最初「ゆ子」っていうそのすごい親しみやすい響きの名前から拝、あ、借、のー、してるあの命名してるんですけども「ゆ子」って名前が先にあって「ゆ子」っていうキャラ造形をして顔を作って登場させたんですけどその後のシーンで、えっとあのー、結構これ都合なんですけど。 朝倉光一より先に、えー、名簿で呼ばれる、呼ばれてほしいシーンがあったんですよ。あの、人事の人から、あの、赤根祐子って呼ばれた後に朝倉光一って呼ばれるっていう、そういうシーンを作りたいがために、朝倉光一より先に呼ばれる名前にしなきゃいけなかったんですよね。で、そういう結構都合なんですけど、朝倉光一って結構最初なんですよね、名前。朝倉より先に呼ばれる名前って結構限られるなと思って、 そこからだ何だったら先になるかなと思って朝倉の朝より先って結構限られるなと思って調べてつけましたなので茜優子は朝、えー、倉光一より先に呼ばれる呼ばれてほしいがためだけにあ茜という名前を、えー、背負ってますまあ今となってはまあ,あのすごいあの何でしょうえー ま上品な響きだと僕は感じているので、茜優子、えー、いい名前だなと思っております。はい。えー、まあメグ広告社他にもいろんなキャラクターがい,いるんですけども、えー、今日はこの辺で主要の5人をご紹介しました、えー。またグッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた。